レディークライアドーナー、すべては俺の手の上だ。ペコペコペコ、何が楽しくなってきたよ。私頑張りますよ。ミク、どうなっていくことになるとは。みんなからもらった最後の食料、サトミクッパー、ダイレクトお腹が空きます。レインボークロックコーデ、恐れることなど何もございませぬ。宿りし力へ、セイントブラスター、ユニゾン、見せた見せた、三光奇戦命じゅうせる、飛び合った、熱いの一気月光の新星、お願いお願い、ショーケーキャーララ、決めなきゃ、次はなるべては俺の手の上だ。全力で抗え、学園ラブコメアドベンチャー、フライアブルハートよりフライヤードーナツこと稲葉ゆいと、大鳥両覧会の幽霊、じゃなくて精霊の鈴乃と一緒に盛り上げていくこのコーナー。すごい、パッキンさんも私が見えるんですね。おおともさ、今回は伝説の戦士たくさんでお届けするぜ。普段はいたって普通のちょっとご飯が好きな女の子の私ですが、愛と勇気とドーナツの力を借りて伝説の戦士の一人、希望の戦士フライヤードーナツに変身することができるのです。で、フライヤードーナツになると何ができるようになるのかな。さっき皆さんと戦っていたじゃないですか。いやー、無我夢中だったからよく覚えてなくって、フライヤードーナツの武器は情熱の炎、攻守ともに炎の属性だぜ。ふむふむ、必殺技はプリズムフライヤファイヤと隠し持っていたおやつの2種類を使うことができます。プリズムフライヤファイヤはダメージを与える攻撃技だね。さらにバリアも粉砕できるので
お堅い敵にぴったりだと思います。ほうほう、そんな効果もあったんだ。メモメモ、自分の技くらい覚えとけよ。もう一つの隠し持っていたおやつは、 HP の回復に加えて出てきた種類によってユイさんのステータスがいろいろと変化します。攻撃力が上がったり、スピードが上がったり、他にもいろいろありますけど、ハズレはありませんから、心置きなく食べてください。じゃあじゃあ、お腹が空いたらいつでも食べていいの？ユイさんは食いしん坊ですね。でも EX ゲージを貯めないと食べられませんよ。かそうだった。まあこんな感じで、伝説の戦士フライヤードーナツは攻撃と支援技の両方を兼ね備えた心強い仲間だぜ。隠し持っていたおやつもいいけど、ドーナツも食べたい。チュルチュル。というわけで、ユイと鈴乃とパッキーのチュートリアルコーナーでした。なお、フライアブルハート本編は伝説の戦士など全く関係ないお話ですので、ご注意ください。関係ねえのかよ。